では後半の次世代式検査解析実践編と題しまして、目的別のデータ解析のお話をします。改めまして DBCS の中里です。さっきも言いましたが、ツイッターやってます。で ここの話は結構ややこしいので、分かんなくなりましたらですね、ツイッターでもメールでも聞いてください。分かる範囲でお答えはしたいと思ってます。そんなもんかな。で、ですね、実際の解析の話をするんですけど、今日はですね、さっきもお話ししたんですけど、60何人お集まりいただきまして、参加の登録をしていただく際にですね、アンケートをちょっと書いていただきまして、どんな目的で使い、まあ、そもそも NGS で実際使ってますかとか、解析してますかとか、もしくはどういう目的で使いたいですかっていうようなことを、アンケートをさせていただきました。で、その結果ですね、割と初心者向けに喋った方が良さそうだというふうに、結論を達しましたので、ちょっと優しめに喋ります。で、中級とか上級の方がおられると思うんですけど、若干物足りないかもしれませんが、そこはちょっとご容赦いただいて、後で聞くなり、いろんなリソースを紹介しますので、そっちをいろいろ参考にしていただいて、若干その独学でやっていただくとかいう感じになるかもしれません。で、質問はいろいろ受け付けます。後で聞いたりします。あと初心者向けにするっていうのはもう一つ理由がありまして、今ここは端末室で、共用のパソコンを使います。で、先ほどちょっとデータベース検索のところで見たように、いろいろ NGS のデータは大きいんですね。なので、こういうパソコンにインストールすると、他にちょっと負担をかけるとか、あとは計算がですね、非常にパワーを必要とします。パワーを必要としますっていうのは、私も実際に解析したりするんですけど、ピッてやったら半日ぐらいかかったりする計算が結構あったりするんですよ。それは私はこれ Mac なので、さすがにこのマシンではやらないですけど、通称ゴミ箱と呼ばれる黒い Mac Pro がありますよね。あれでやっても NGS の例えばハイセックとかのデータを解析するのに半日経たないと結果が返ってこないとかいうのがあったりするので、それも パソコンで CPU っていうところで計算しますけど、 CPU 最近性能が良くなって並列で仕事を走るようになるんですけど、16並列ぐらいでも半日とかかかったりするので、さすがにここでですね、さあ皆さんコマンドを叩いてピッてやってくださいっていうと、じゃあ半日後に会いましょうって言ったら何日かかるんだみたいになっちゃいますから、そこはちょっとこういう呪文をかけるとこんな結果が返ってきますっていう、いわゆる3分クッキング方式で、ちょっとお話をせざるを得ないというところが、あります。で、ちなみに、今日私は使わないんですけど、使わないというか、私のそのもののデータはないんですけど、今日のデータが、これ皆さんのデスクトップですね。ここに AJAX 終わりっていうのがあると思います。これは私の後の原さんが使うデータがここにありまして、この中にですね、いくつか共通するところがあるので、ここをたまに見るとデータがありますよとか経過がありますよっていうような、ご紹介をちょっとさせてもらいます。で、あとは、今ここで示ししているのはスライドで、ここに皆さんのお手元にも行ってると思うんですけど、講習会のサイトですね。
ここさっき言った ModDB っていうところで、講習、まあ、もしくは AJAX 終わりとかで検索するとこのページが出ると思いますけど、ここに補足ウェブ資料っていうのをつけておきました。で、中身はこれです。こんな感じになってます。でここに載ってるのは基本的にはお配りしているものと同じなんですけど、ですね、これでいいかな。たまにどんな呪文、まあ、コマンドって言いますけど、どんな呪文をかけるとどんな結果が返ってくるのかっていう呪文の部分があったりするんですけど、それは、画像を貼っつけると自分で手打ちしないといけないじゃないですか。で、面倒くさいですよね。なのでなるべくそこはこうやって選んで使うときにコピペできるようになるべくここにテキスト化して、置いたつもりではあります。まあ、基本的には実際に何かコマンドを書きようっていう時にこっちを見てもらえれば、いいかなというような格好で、まあ、基本的にはこっちのお配りした資料を見ていれば大丈夫なようにはなっています。はい、というエクスキューズをした後で、実際のお話をします。で、まず概略なんですけれども、先ほどもちょっとお話しましたけれども、NGS っていろんな次世代式検査っていろんな目的に使うんですね。ゲノム読みたいとか発現解析したいとか、SNP の解析をしたいとかなるんですけど、大体大まかな流れっていうのはもうほぼほぼこれで尽くされているという感じです。まずはデータベース、さっきお話ししたようにデータベースを検索しておもろいおもろそうなデータを落としてくるとか、まあ、もしくはご自分でシーケンサーから出てきたデータを解析するかというところがまあスタートで、まずクオリティチェックっていうのをかけます。で、シーケンシングしてて、なんだろうな、 PCR とかと同じでビーって長く長くなるんですけど、長くなるとだんだんへたれてくるんですね。なのである程度その足切りをして、へたれたところは切って、まあもともとデータでかいですから、その足切りをして余計な計算はしないっていうところでクオリティチェックをかけて、足切りをするっていう作業をまずやります。でその後は基本的にはマッピングっていうのがあって、まあ例えばこの場合だったら皆さん医学部だから人のデータ割と人とかマウスとかお使いになると思うんですけど、人とかマウスはゲノムが分かってますから、ゲノムのデータを持ってきて、だからジグソーパズルと実際の絵があるわけですね。絵があって、シーケンリードで読んだピースをですね、これどこかなっていうのをその絵と照らし合わせてここだって置くっていう作業がまあマッピングです。で置いていって、まあ、つないでいってっていうのがまあマッピングで、まあ、で発現量解析だったらゲノムのうちの遺伝子の領域のここの部分にすごくこうピースが置かれたから、ここはなんかここの部分の遺伝子を発現してるなとか、であとは、ゲノムの上にこう置いていって、サンプルごとに何かスニップとかインデルがないかあるかっていうのをこう見ていくみたいな、まあ、作業になるわけですね。で、まあ、これがマッピングで、もしくは例えば農学部とかで話すと目的の生物のゲノムがない場合があるので、そうすると禁煙のゲノムを持ってきてマッピングをするか、もしくは手元のリードだけでつなぐ、手元のリードだけでつなぐのデノボアッセンブルって言いますけど、それはジグソーパズルでいうとそのなんか出っ張ったり引っ込んだりしますよね。その出っ張ったり引っ込んだりの形をじーっと見て、ここ合うかな、ピッてつなぐっていう作業がまあ、デノボですね。だから元絵がないんですよ。そのピースの形だけでつないでいくっていうのが、まあ、デノボなんですけど、で、まあ、デノボでつないで、
例えばゲノムみたいにこうゲノム読みたいっていうんだったらそう長く長くしていくとか、発現量解析だったら同じようなそのピースをつないだグループができるのでそれの数をカウントするとか、そういう流れになっています。でこれ詳細版で、どんな形式のデータが出てきてどんなツールをかけるかっていうのを今のやつに、書いたものですね。例えば黒字でファストQとかいうのが書いてますけど、これはあのファストQ形式でデータが測れますよっていうことですね。で、茶色い字で例えばファストQC とか書いてますけど、それはクオリティのチェックのプログラムがファスト QC っていうツールで、だからそれの前後を見るとファスト QC はファスト Q っていうデータを、入力としてやっぱりファスト Q 形式で吐き出すとか、であとはそのトップハット2っていうのをマッピングの右に書いてますけど、トップハットは、ファスト Q っていうのを入力としてサモとかバムっていう形式を、出力とするみたいなのが、まあ、これを見ると分かるようになっています。はい、まあ、これがまあ全体の概要でした。で早速その実際 の, あの解析に行きたいところでありますが、その前に、いろいろ参考となるあのリソースの紹介をします。でまず本が2冊ですね。今日東京から持ってまいりました。まず1冊目がこれです。次世代シーケンス解析スタンダードというのかな、はい。今理研にいる二階堂さんが、取りまとめで書いた本です。でこれは、NGS をかけるときに実際 の, そのサンプルの用意、いわゆるそのピペット作業ですねのところから、書かれてまして、どうでしょうか。あの興味ある方は後で見に来ていただければ、あの私がいる間は見られるようにしておりますけど、そうですね、実際 の, その解析のところだけじゃなくてライブラリの作成の話もここに出てきてます。いや、あのとりあえずあの昼休み挟んだ後もあるので、昼休み挟んだ後にもし投影できたら投影しまして、あっちで撮ってるビデオの方はうちの同僚によろしく編集してもらいましょうということで、続きますが、一応ちょっとお見せすると、見えないだろうな、一応なんだろう、アダプターライゲーションとかいうのが、とかなんかいろんなのが何をどんぐらい混ぜろみたいなのも載ってます。で、まあ、あの本っていうのは古くなるのでこれに従って全部できるかというとできないところあると思うんですけど、実際にまあなんか製品買ってきて、でそのカタログとか説明書通りに混ぜればうまくいくはずです。でもまあイメージとして大体、こういうのに載っていて、どんな感じで混ぜればいいのかみたいなのはこういうのを見ると分かります。で結構目的別にあの載ったりします。あのこんな感じで今これチップセックの実験の流れみたいなの載ってますけど、ライブラリ作成とかいうのがあって、で実際にこうビーズとか機器とかなんとかっていうのがあって、こんな感じでバッファーを用意してこんな感じで混ぜなさいみたいなのが、まあ、こう載ってまして、で実際にどんな操作をしてとか、まあ、こんな感じでですね、説明が載ってます。はい、でじゃあちょっと目次を見せた方がいいかな。まずこう基礎編とかでこんな、メディカルクリニカルシーケンスとかで
メンデル遺伝性疾患の原因遺伝子を解明するとか遺伝子診断とか、でこっちに行きまして、どうかな、ガンゲノムとかコホート研究とかで、エピゲノムでなんとかとかで、トランスクリプトームで、メタゲノムで、ヒモデルがなんとかで、でデータ解析がどうのこうみたいな感じのものになってます。これです。はい、この表紙は皆さん の, あの資料に行っているかと思います。続きまして2冊目の本が、よいしょ、こっちです。次世代式検査ドライ解析標本っていう本です。これは、東北メディカルの、なんだっけ、岩手医科だったかな、昔慶応におられた清水敦さんと、あと私の隣の席に、まあ、同僚で隣の席に座っている坊能が、あの2人で取りまとめをした、本で、これどういうのかというと、今日お話しするような実際のデータ解析について、非常に詳しく書いた本です。で、ちなみにこんな人ですね。はい、で、その目次を見せますと、まず準備編で Mac を買いましょうっていう話をしました。で、コマンドラインの使い方とか R の使い方とかデータベースの運動があります。でレベル2が実践編で、なんかすごいざっくりして目次になってますけど、発現解析とか疾患ゲノム解析とかエピゲノムとかいうのが載っています。であとはよく論文に図を載せたりするんですけど、今日は原さんがお話しされる R っていう統計パッケージのがありまして、それの、いろんな使い方とか、面白い図を作るものですね。面白い図っていうのは、大丈夫ですよ。例えばこれクラスタリングのこういう統計樹みたいなやつですけど、だと、まあ、なんかこんな呪文をすごいややこしいですね、書くとこんな図が得られますよとか、こういう図とかですね、こういうヒートマップとかいうのの書き方が載ってますけれども、この後ろだけじゃなくてですね、途中にもこの R で作図みたいなのが、例えばこんな感じで載っているので、実際の使うシチュエーションも一応分かるようになっています。で、実際にどんな感じの中身になっているかというと、例えば発現解析のところを示しますと、まずインストールしてくださいねってのがありまして、まあ、これこんな感じでインストールできます。ちょっとぼけて文字までは読めないかと思いますが、インストールして、このようなダウンロードですね、クオリティチェックはこの辺ですね、例えば私のレジュメにも書いてますけど、ファスト QC のノーグループで -O の出力のフォルダー名、解析するファイル名、ファスト Q とか書いてて、そうするとこんな感じで、結果が出てとかいうのがこう途中経過か、途中経過が出て、どんなファイルが出ますよみたいなのが書いてあって、で結果としてこんなグラフとかが見られますよみたいなのがあって、でその後例えばトリミングして、私ここで昔これがっつりご紹介したんでちょっと付箋があったんですけど、でトップハットでマッピングしてとかいうのが、
載っていて、でこの辺で発現量のその実際のなんだろう、マッピングされた厚みというか高さですねがどのぐらいかみたいになっていて、で、サンプル同士の関連とかそれをヒートマップにしたりとかいう解析があって、で今日はあの昨日もあの武藤さんのなんだ、パスウェイのところに出てきましたけど、あのデイビッドとかで、エンリチメント解析ですね、あのジーンオントロジーとかで、まあ、例えば脂質代謝の遺伝子が多かったよとかそういうのはこういうデイビッドで見られるようになってます。で、ここで強調したいのはですね、この本の画期的なところは皆さんにできないとは言わせないというところでして、例えばですねこれは大桃さんっていうその、岩手 の、 あの清水敦さんと一緒にやっている人が書いているはずですが、ちょっと戻ってます。面白だな、これだ、大桃秀樹さんが書いてますけれども、絶対にできないと言わせないのは大桃さんの奥さんに旦那が書いたものを実際にやると言わせて、ですごいど素人だって、ここにね大桃さん、肩書き主婦ですでこんな感じでですね、あのくどくど説明した後に必ずこういう実際のあまり慣れていない不慣れな方にですね必ずやらせていると、例えばこの疾患ゲノムだと、これ学部かな院生かな、まあ、学生さんにこう再現検証をやらせて、で、まあ、例えば別の例がいいかな、まあ、そういう学生さんとかですね、ラボの教授とかですね、これはそうですね教授さんですね、PI の人にやらせてみたとかいう例ですね。あとはあの一応プログラミングとか多少は何だろう、アレルギーのないような人、ネット女優みたいな人を連れてきて、解析させたりとかですねいうようなことをやっていて、でさっきの大桃さんのあれが良かったんだけどこれだったかな。さっきの大桃さんの例で言うと URL の入力でアンダーバーの入力の仕方が分からず夫に質問とか書いてるんですよ。でこのレベルで の人にやらせてるので、この本を使うと一応皆さんでも必ずできると言いたいくらいの、自信作だと思うので、まあちゃんとがっつりやろうっていう方はこういうのを見てですねいろいろやってもらえるとありがたいと思ってます。はい、で以上が書籍のご紹介でした。はい、今この解析を詳しくまでご説明しました。で、今の本なので、何年か後にはだんだんその古くなったりするんですけど、古くなったりするっていうのは例えばツールとかでもですねちょっと前よりはすごく精度がいいとかスピードが上がったツールが出てきたりするので、そうするといろいろそのコマンドっていうので、まあ、いわゆる呪文を書くわけですけど、その最初の呪文の書き方が変わったりするんですね。でそうすると後ろ側のその指定の仕方も変わるんですけど、まあ、大体は雰囲気はあんな感じっていうのが
できるようになってまして、であとこのさっき の, あのなんだドライ解析標本の方は、これもあのネットでいろいろ質問するともう即座に返ってくるぐらいの勢いで、あのここが分かんないとかここどうしたらいいんだろうみたいな感じなので、まあ、結構なるべくサポートはしようとしている感じですね。はい、で、今のまあ本なんですけど、こういう今日私喋ってますけど、がっつりある講習会を今まであの NBDSC の方で夏休みにやってきました。これは JST の NBDSC の方と、あとは東大のアグリバイオの門田さんと、まあ、コラボをして、何人ぐらいかな、私が講師で呼ばれた時は90人ぐらいいたかもしれないですけど、1週間ぐらい缶詰にして、まあ、例えばそのコマンドラインは Linux とかいうので、あの Mac でもできるんですけど Linux とかであの説明しましたけど、それもやっぱりこうやってあの講演じゃないや、講習か、講習の動画とかを撮ってるんですけど、パソコン の, そのコマンドを打つっていう基本だけで5時間とか私喋らされて、全体で8時間ぐらいのコンテンツがありますけど、そういうのがですね3年分ぐらいやってきてて、で実際 の, そのコマンドどういうのをかけて、どんな結果が得られてみたいなのは一応ここで、やっていて、ちょっと次回はあるのかどうか私はちょっと把握はしてないですけど、とりあえず3年分ぐらいは資料と動画があります。なので、まあ、皆さん割とお忙しいかと思いますが、そういう動画を、まあ、例えば YouTube とかだとですね、あの2倍速とかで見られますから、余計なところは2倍速で飛ばして、重要なところは例えば 0.5 倍速とか一時停止とかして、見て、まあ、実際に試すとかいうのはできるようになっています。はい、NGS とか講習会、 NGS 講習会とかでやると多分このページがどっかに出るはずです。で、門田さんは他でも、まあ、あの東大のアグリバイオとか、あとは独自に自分でいるツールがどんなかっていうのをあのレポートしていて、この今見せている NGS NBDC の講習会の資料もここにあるんですけど、R で塩基配列解析っていうページを立ち上げてらして、まあ、R でって書いてあるので、R で例えば描画するとか計算するっていうのが割と、リッチに、コンテンツがあります。どんな感じの呪文をかけて、どうこうみたいなのが、まあ、ここでいろいろ探すことが、できるようになってます。はい、で、実際に解析する環境がですね、あの多分必要だったりするんですけど、さっきお見せしたこのドライ解析標本はまず Mac を買いなさいって書いてます。ってことは Mac でできますけど、ちょっとこのノートパソコンだと若干、いろいろ非力な部分がありますが、とりあえず私は普通のなんか PC クラスターみたいなサーバー室に置いてある機械のほかに、いわゆるさっきも言いましたけどゴミ箱って呼ばれる Mac Pro でも解析を、行ってます。で、そこに入れるには、ちょうどこのドライ解析業法に書いてますけど、いろんなですね、そもそも Mac でいろいろ呪文を打つっていうのが割と簡単にできまして、これをちょっとずらすと、これあのファインダーですね。で、アプリケーションのずっといくとユーティリティっていうところがあって、まあ、今日は皆さん Windows なのでできないかと思いますが、ご自身は Mac を使われている方が結構いると思いますけど、この中にターミナルっていうのがあります。で、ターミナル立ち上げると、2画面にしているのでこっち側に出ちゃったこんな画面が出ます。ちょっと大きくしましょうか。こうですね。
例えばこの後ですね、ファストキュー入ってたかな。ファストキュー。ファスト QC か。ファスト QC っていう、クオリティチェックのプログラムがあるんですけど、これ Mac でこう走りまして、ファスト QC じゃいかんかった。サムツールでしょうか。こんな感じでですね、こんな感じでっていうのは今説明が出てるだけなんですけど、いろいろ呪文をかけられるような環境は Mac だとありまして、いろんなパッケージっていうんですけど、プログラムをですね、やっぱりこれも呪文をかけるんですけど、ホームブリューっていうのがあって、ブリューインストールなんとかってやると、割とサラサラっと、いいか。今このブリュー、ホームブリューっていう仕組みがあって、ブリューインストール、例えばサムツールズみたいにやると、サムツールがペロ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 って、もうこのマシンっていうか、今実際に見せているのは私の教室にあるゴミ箱 Mac Pro を今ここでつないで見せてますけど、インストールすることができるので、例えばこの中だと FastQC とか、こうですね、 FastQC とか、毎度おなじみブラストとか、あとは防体とか、ここにサムツールズっていうのが今日紹介しますけど、こういうのがですね、トップハットとかですね、ピロピロっと呪文をかけるだけで割と簡単に入るので、落としてきて開いてやると何かエラーが起きてっていうよりは、ここで何か呪文をかけるとパーッと入るような感じが Mac では割と、できてます。できてるんですけど、例えばもうちょっとちゃんとがっつり面倒くさいから環境が欲しいっていう方ですと、今ハンドアウトだと解析環境コマンドラインベースって書いてますけど、バイオリナックスっていうのが、世の中にはありまして、これで例えばさっきの NGS の NBDC の加藤さんのやってる講習会とかはレクチャーするんですけど、これバーチャルマシンって言いまして、 Mac の上で別の OS を動かすみたいなことが実はできるようになっていて、これ今私のここでプレゼンしているノートブックですけど、いやちょっと待って今こうやって別のマシンがとか別の OS が立ち上がるようになってます。よいしょ、間違えちゃった。これ今私がプレゼンしているこのノートブック、Mac の、MacBook か、MacBook で動いてるんですけど、 Linux っていう、まあなんか呪文ばっかりかけるようなWindows、Mac、Linux みたいな感じですけど、そういうのの、バイオ の、 ツールがたくさん入っているのが配布されてまして、で何だっけ、このバーチャルボックスっていうのをまず入れてもらって、バーチャルボックスの上でこのバイオリナックスを動かすみたいな、ちょっと2階建て3階建てになってますが、ここにやっぱりターミナルとかがあってですね、もうすでに、おお、ちょっと後にしてくれ。
こうやってちゃんとあのツールがすでに入っているので、これをインストールするとさっきのなんかいろんなゴニョゴニョっとしたインストールも全部吹っ飛ばして、これだけ入れれば一応ですよ、あの解析関係はもうできているみたいな、関係はあったりします。一応っていうのは、これはいつぞやのその最新版とかのツールを全部落としてきてパッケージにして配布をしているので、そのツールが後でアップデートしているとそれは反映していないと。なのでこのバイオリナックスがメンテされなくなるとツールだけどんどん古くなってくるんですけど、まあ自分でさっきみたいにホームブリューとかで Mac にインストールすればあのアップグレードってやれば上がるわけですけど、これだともうスナップショットなので、まあ自分で上げられるんですけどね、そのまあこの中で一応まあ解析はできる環境はあるんだけど、ツールのバージョンが若干古い場合があるみたいな感じにはなってます。一応こういう環境もあったりしまして、ただ前はですね、その門田さんの講習会のサイトでこの、 あのイメージっていうんですかね、そのパックしたやつを配ってたんですけど、あのいろいろライセンスの関係でおいそれとパンパカ配ってないので、本家から取ってこないとこのバイオリナックスの関係はないかもしれないですけど、とりあえずその門田さんの講習会とかはこのバイオリナックスとかを使って、インストール大インストール大会をせずに今の環境だけで、まあ、なんか講習会をするみたいなことをやってたりします。はい、で今のはまあコマンドラインベースってやつでいろいろその呪文をかけて、ね、あのドラクエみたいなやつでも最初もうすごいただの服装だけなのになんかすごい呪文を覚えないとこの先ね、いろんなの倒せないのにみたいな感じな状態かと思いますけど、まあ一応呪文を覚えるとですね、まあいろいろできると、ただ、呪文なしでウェブベースでできるっていうような環境もありまして、それが次の解析環境をウェブベースっていうふうに今プレゼンにあると思いますけど、よいしょ、それがですね、ここでリンク貼っといたかな、これですね、今この辺まで説明して、でコマンドラインでバイオリナックスってのがあって、今度ウェブベースですね、これですね、DDBJ リードアノテーションパイプラインっていうのが、これ遺伝研のサイトにあります。で開くとこうですね。でこれあの利用するのに申請がいるので、一応ここでニューアカウントとかで作ってもらうか、まあ、もしくはこのとりあえずゲストで入って、ちょっとどこまでできるか分かんないですけど、ゲストで入っていろいろ眺めていただくかなんですけど、とりあえず見せるだけ見せますと入るとちょっと重いかな、ちょっと重いんですけど、できることはですね、ここのスライドにちょんちょん、今真ん中にドーンと表がありますけど、これはマッピングするときのツール群が書いてます。例えば BWA とか防体とかトップハット防体2トップハット2っていうのがあります。でこの後出てくるんですけど、マッピングツールは例えば防体とかトップハットのを使ったりとか、あとはスニップ解析みたいにちょっと精度を必要とするときは BWA とか使うんですけど、ファストキューファイルをまあ自分で例えばアップロードして、それに対してこのトップハットをこのウェブベースでポチポチってやるだけで書けるっていうこともできます。で下にチロッと見えてるのがデノボアセンブリで、ソープデノボとかいうのがチラッと見えますけど、こういうなんかデノボでつなぐっていうのも、ここにツールとして、ありますので、そこの部分はこの DDBJ のパイプラインを利用するっていうのも
まあ、自分の手元にその解析環境を立てなくても遺伝圏のスパコンで計算をするというようなことは可能です。でその際はですね、論文書かれる際は DDBJ のそのスパコンを使って、やりましたよとかご一報いただけるとですね、利用者少ないからこれもうこのサービスいいんじゃないのっていうことがなくなるので、論文で使いましたって書くと DDBJ の方もですね応援になるので、ピロッと書いてもらえるとすごく、ありがたいという思います。これ今言った DDBJ のやつですけど、これも私ちょっと前に解析したのですでにデータがアップしてますけど、パックバイオのデータとかをこう転送してこの辺に、この FTP アップロードとかで、こうやってアッドニューとかやると、その、まあ、データを手元にあるデータをその DDBJ のスパコンに転送するというようなことが、できるようになってまして、でアップロードしたらここの、例えばマッピングでいいかな、こっちでいいか、ちょっと人のデータがどうなってるのか分かんないから、ちょっと若干小さめにしてお見せしますが、ちょっとなかなか返ってこないですけど、いろいろ動いていて、終わるとなんか終わるとっていうかプロセスが進んでいくと、こうカラーバーとかが出てきてですね、今どのくらいだよみたいなのが見れるようになってますけど。なかなか返ってこないね。まあこんな感じでですね、DDBJ のパイプラインがあって、そこで計算をさせて、で結果だけダウンロードするっていうのも、できるようになっています。12時なので昼ご飯にしますかね。で、一応1時間半かな。あってで、あと1時間喋るような感じになってます。ちょっと時間を食ってしまったのでどこまでいけるか分かんないですけども、頑張って、やりたいとは思います。はい、じゃあ1時間半休憩ですかね。はい、からですよね。これ終わって、いいよ。ここのプログラムを見ると11時10分から14時半で、12時から13時半は昼食休憩予定と書いてあるので、ちょうどキリがいいのでここで終わりにしましょうか。で1時半から再開して、残りを1時間で大丈夫かな、はい、やります。じゃあ休憩です。1時半になりましたので、あと1時間ですね、はい、私の担当はあと1時間なので1時間やりたいと思います。ですね、くどくどいろいろ NGS 解析のリソースの話をしてしまって、実際の解析のところが1時間だけになってしまったんですけど、こういうヨタ話をしているとさらに時間なくなるのでさっそく参ります。ですね、最初ダウンロード、もう一回復習するとこういうフローになってます。で、データベースとか検索してとか、ダウンロードしてとか、あとは自分で、シーケンスを手に入れて、この後まずクオリティチェックっていうのをやります。で、その前に、さっき DDBJ のサイトで検索するっていうのをやりました。でそうすると、この右のところからダウンロードできますよっていう話をしました。で、ここにですね、ファストQって書いてます。
で、ファスト Q の話を今これからするんですけど、この場合はちゃんとこれリンクがあってポチッとするとダウンロードできるんですが、ものによってはここの SRA っていうのしかダウンロードが効かないのがあります。で、その場合はファスト Q を、まずこの SRA っていうのは圧縮されたファイルなんですね。で、そこからファスト Q ファイルっていうのを一回取り出すっていう作業が、まあ、事前に必要になるんですけど、それは SRA ツールキットっていうのを使って、やるという格好になってまして、その話がここにチロッと書いたかな。本当に1行だけなんですけど、特に NCBA からダウンロードすると、さっき言ったあのディスクを食うっていうのもあって、全部 SRA ファイルになってます。で、その場合はですね、この SRA ツールキットっていうので、まあ、ファストキーを取り出すっていう作業がまあ事前に必要になるんですけど、まあ、なんか必要になるっていうことだけ、覚えておいていただいて、必要になったらば、まあ、なんかインストールをして、実際に取り出す呪文をまあかけてもらうという格好になります。で、本題はこのファスト、この前じゃなくてこっちだ。で、クオリティチェックをしますけれども、入り口と出口はファスト Q ファイル、ファスト Q という形式のファイルになります。で、クオリティチェックは普通はファスト QC っていうような、ツールを使います。でトリミングは、まあ、これいろいろツールあるんですけど、今回紹介したのはトリムガロアっていうのを紹介をしています。でじゃあそのファスト Q って何ですかっていうとこれです。こういうフォーマットで NGS の配列とかが管理をされていて、DDBJ とかから落としてくると全部、まあ、ほぼこの形式になっています。でこれは、4行でワンセットです。4行ワンセットで、まず一番最初にアットマークで何とかって書いてます。でここはタイトルの行ですね。まあアットマークって最初にあって、でこの場合だったら DRR001107 で、まあ、何とかって名前があって、まあ、レングス77って書いてますけど、別にあのどんな感じでもいいんです。そのアットマークって書いて、別に自分でシーケンス1って書いても大丈夫なんです。まあ、とりあえずここにタイトル行が来ます。で 2行目の見てみると GATC が並んでます。でこれは実際にシーケンサーが入ったシーケンスです。まあ、例えば30何も、この場合だったらレングス77って書いてあるから、多分77塩基分が GATC が並んでいるはずです。で3行目はとりあえずプラスって書いてあって、あとなんか適当にゴニョゴニョって書いてあるんですけど、ここは使いません。私も中身はよく知りません。まあ、とりあえずプラスって頭に書いてあって、でもゴニョゴニョゴニョって、まあ、書いてあるので、まあ、そこは関係ないです。4行目は何やら記号が書いてあります。でもそれは2行目と同じ文字数のはずです。で4行目何かというと、2行目のシーケンスのクオリティが記号で表されています。まあ、例えば、2行目見ると GCAACA って書いてますけど、それのクオリティが、何やら暗号化されて C@BBB とか書いてというふうに、書いています。で、クオリティの良し悪しっていうのは、まあ、例えば、いくつって、まあ、大体その30とか40ぐらいの確か段階があったと思うんですけど、それで本当は例えばクオリティが40っていうぐらいいいですみたいな感じのをこれで表現をしてるんですけど、40って書くと2文字使いますよね。でそうするとただでさえデータ数多いのに40って2文字書いたら情報量がそこだけ2倍になっちゃうので、そこを圧縮して40だったら例えばこの文字っていうふうにその暗号化されてるんですね。でそれはファストキューファイルっていうところの、ウィキペディアとかを見ると確か載ってたと思います。で、どのくらいのクオリティだったら、どういう記号を使うっていうのは確か載ってたと思うので、そういうのを見ると E と大体このぐらい の記号が書いてあって、で悪かったらこんな感じの記号だっていうのは、知りたい方はそっちを見てください。でもまあ人手でこれを見ることはあまりないので、まあ、とりあえずそれを、クオリティチェックのプログラムにかけて、機械が判断するというような仕組みになっています。でこれは4行1組で、それが例えば数千万とかいうセットあるので、 4× 数千万のあと空行が入っているとさらにプラス、数万行分の、まあ、データになっているという感じになっています。
本当はこの後原さんがお話しされるんですけど、その時 の、 配られている AJAX 終わりのフォルダーの中にデータの下の、ファスト Q の下にちょっと今見せますかね、これ AJAX 終わりを開いてもらうとデータってなって、ポチポチってあるとファスト Q ってあって、ここになんとかファスト QGZ、 GZ っていうのは GZIP 方式で圧縮されてるんですけど、圧縮されて284メガあるので、これをうっかりポチポチって開いてポチポチってやると、こうね、200メガのファイルを一気に開こうとするとですね、パソコンに負担をかけるので、今日はお見せしませんけれども、それをちゃんと、中身を見てみると、こんな感じのファスト Q のフォーマットで書かれているはずですでちなみにですね、皆さんおなじみなのはこのファスタフォーマット、まあ、もしくはファスト A フォーマットってあるんですけど、これは配列を記述するやり方で、1行目に、この大なりを書いて、あとなんかタイトルを書いて、で2行目以降は演技配列っていう、これをファスト A フォーマットとかで、まあ、ただブラストかけるときに配列を投げるときはこういうファスト A っていうのを使いますけれども、この場合は、NGS ではクオリティもついているというので、ファスト Q フォーマットっていうのをまあ使っているという感じになっていますでですね、実際に、クオリティチェックをかけるときの呪文を一応紹介してまして、ファスト QC のハイフン2つのノーグループ、まあ、ここもまじないですね。で、ハイフン O の DRR なんとかファスト Q っていう対象ファイルを書くというような感じになってます。そうすると、この DRR12345678 ファスト Q に対して、ファスト QC というクオリティチェックをかけまして、こんな感じの画面が出ます。で、このファスト QC かけた結果っていうのは、それこそですね、先ほどご紹介しました原さんがこの後お話しされるところの、どこだったかな、違うどこだったかな、こっちかな、これか、違うな、結果がどっかにあったような気がしましたが、どうしよう、今見つからないな。まあいいや、ちょっと探してみますか。ないですね。こっちで見せるか。拡張子がないんだ。データの中のファスト QCRES っていうのがあって、これよく見ると HTML ファイルですね。これを開くと、ブラウザが上がってきて、こうやって実際の結果が見れます。こんな感じですね。こんな感じでいろんな感じのが出てます。で、まあよく見るのがここのとこですね。ちょっとこれでっかいな。今スライドの方で示しますけれども、左から右に、まあ1延期目2延期目ってずっとこう見てってます。で、上の方がクオリティがいいと思ってください。で、だんだんカーブが下に下がってますっていうのは、リードが長くなってくるとだんだんへたれてるわけですね。で、まあ、例えばこの 赤のところをこうかなりもうエラーが入ってて使い物にならないとすると、その赤に入ったあたりでこうブチってシーケンスを切りたいわけですよね、リードを。で、そういうところを、トリミングって言います。エラーで足切りするとか、まあ、もしくはもう、何延期目以上はもうノイズとみなしてもうバチッと切っちゃうとかいうのが、まあ、いろいろかけられまして、でこの場合だとトリムガロワっていうのを使ってますけど、まあ、呪文としてはこのコマンド名を書いて、で、さっき言った端っこだけ見るのペアエンドって言いますけど、ペアエンドですよとか、イルミナのデータですよとか、どこに出しなさいとかで、端っこだけ読んでるので、左と右と
両方から読んでるから左と右と両方ファイルを指定してるわけですけど、こんな感じでですね、呪文をかけると、まあ、なんかトリミングがされて、ファストQがまあかかるという、そうですね、ファストQ C でクオリティチェックをして、クオリティチェックして、でそれをそれのデータをもとに、まあ、なんか足切りが、なされるわけですね。で、本当の本当に参考ですけど、これ今日お配りするとか原さんのお使いになるデータですけど、これなんか同じタイトルで下はトリムドって書いてあるので、まあ、下が足切りをしたファイルなわけですよきっと、まあそうまあ、私が作ったのは想像で喋るんだけど、そうするとファイルのサイズを見るとこれ圧縮してて、上が284メガで下が223メガなので、そのこの差分ぐらい足切りとかエラーで、まあ、切ってるわけですね。で余計なところを、まあ、この後マッピングとかデノボでつないだりするわけですけど、余計な計算はしないというような仕組みになっております。ここまでいいですかね。何かありますか。大丈夫ですか。次行っていいですか。でこういう呪文をかけると、この場合だったらトリムグラウドかけるとファスト QC もかけるので、実際のクオリティチェックも一度にできるような、まあ、仕組みにはなってます。でその後は、もう一回ちょっと戻ると、クオリティチェックをした後はその後はデノボでつなぐかマッピングするかっていうような、感じになりまして、まずはマッピングのお話をします。マッピングですマッピングはですね、イメージ図はこんな感じですねえと今ここに絵があって濃い青の長い棒がありますけど、これがまあリファレンス、まあ、貼り付ける先ですね、ジグソーパズルで言うと下絵の部分ですけど、リファレンスの配列って言います、そこに対してまあなんかリードを貼っつける。でその上にちょっと青みの薄い短いのがありますけど、これがまあ各リードだと思ってください。で、下の濃い青のそのリファレンスに、薄い青のリードを貼っつけていくと。で貼っつけると、右みたいに、なんかこの辺りにはっついたなみたいなのが、まあ、なんか見えるような形になってます。でこの場合だと発現解析なので、まあ、こういろいろ貼り付いているところがきっと遺伝子領域なんじゃないかなみたいなのが、まあ、想像に固くないわけですね。で、ツールとしてはトップハットとか、帽体とかがいろいろあります。で、いろいろツールあるんですけど、それは、まあ、データが大きいのでスピード重視なのか、もしくは例えばスニップ解析とかすると1延期の、まあ、スニップって1延期多径だから、あとインデルとかも見たりするのもこう1延期とかを見たりするので1延期の精度が要求されるわけですね。でそういう時は、ちょっと精度のいい、時間かかるけど精度のいいマッピングツールを使いますけど、この場合は発現解析っていうタイトルをとりあえずつけているので、まあ、とりあえずざっくりその辺でピッて貼っつけるっていうのでトップハットを紹介をしています。で、呪文ですけど、まあ、なんかトップハットって書いて、で、まあ、ざっくり言うと、まあ、ゴニョゴニョゴニョっとあって、ホモサピエンスゲノムファスタってありますよね。でこれがマップする先のファスタファイルですね、リファレンスの配列です。でそれに対して DRR12356 のトリムドファスト Q って書いてますけど、トリムした、要するにエラーのところを切ったリードのファイルを貼っ付けなさいよと。でそれをリザルツっていうフォルダーに入れてね。でちなみにそのアノテーションファイルっていうのはどんな遺伝子があるのかっていうのを、まあ、指定をしてるわけですけど、であとはそういうマッピングするっていう計算をCPU いくつ分使いますかっていうので -p の2とか言って、まあ、呪文をかけてるわけですね。でこういうこんな感じの、まあ、呪文を書いてピッてやると、まあ、ゴニョゴニョゴニョとやってくれて、まあ、マッピングがされるわけです。
結構なあのパワーがいるので、ものによっては何数時間とか半日とかかかる時もあったりします。それはまああのなんだろうな、ハイセックとかデータがたくさんあるやつだとかだとやっぱり長くなるし、まあ人みたいな割となんだろうな高等生物とかだとやっぱり長くなるとか、当然酵母とかだとデータが小さいのでマッピングもすぐ終わるみたいな仕組みになってます。でそうするとですね、どんなファイルができるかっていうと、SAM とか BAM っていうフォーマットのファイルができます。で SAM とか BAM っていうのは中身は一緒で、それをあの人が読めるような形式で表現してるか機械で読めるように圧縮してるかの違いです。で、SAM っていうのはシーケンスアライメントマップフォーマットっていうのかなっていう感じで、まあ、今ここでちょっと示してますけど、まあ、この場合だったら SRR445828 っていうデータに対してまあマッピングしてるわけですけど、各リードにまあ名前がまあついていて、でそのリードの名前がまず書いてあって、でそれに対して何番染色体、まあもしくはそのスキャフォルドですけど、何番染色体の何塩基目から何塩基目にくっついたよと、で配列はこんなで各リードのクオリティはこんなですよっていうようなのがまあ一行で表されていると。でこうやって書くとその結構ファイルをですね食ってしまうので、それを圧縮して BAM っていう形式にして、まあ、なんかいろいろ処理をできるようにしてたりするわけですね。ものによってはこの SAM ファイルを、まあ相当してっていうのは、例えばシーケン、染色体ごとにこう端っこから端までずっと、一番染色体から始めてずっ とみたいな感じで相当してとかいろいろ中でゴニョゴニョしたりもするんですけど、そういうふうな、相当したりとかして、まあ、この SAM ファイルとか BAM ファイルを今後、まあ、使いこなしていくというような格好になってまして、まあ、とりあえず人で読めるのはこの SAM ファイルで、どんな染色体のどの部分にどうくっついたかみたいなのが、表現されているフォーマットです。で、ものによってはこの、SAM だとダメで BAM 形式にしないと、受け付けないソフトみたいなのもあってですね、そうすると SAM と BAM の変換をしなきゃいけないんですね。で、その時はこの形式変換というので SAM ツールズっていうのがありまして、それで、この場合だったら BAM から SAM に変える呪文が書いてますけど、まあ、SAM ツールズっていうのを、まあ、形式変換するので SAM ツールズビューってやって、で、変換前が -H のなんとか BAM で、出力先が -O のなんとか SAM みたいな、感じの、まあ、形式変換になってますと。それで、BAM から SAM はここのスライドに書いてあるように -H ってつけるんですけど、ここですね、逆に SAM から BAM に変えるときは -大文字 S の小文字 B って書いて、SAM から BAM ってやると、SAM から SAM 形式から BAM 形式の変換ができますと。でちょっと今これスライドにないんですけど、そこはまああのGoogle とかでですね、SAM ツールズ、SAM バム変換とかやって検索すると、まあ、分かってる人というか、形式変換してみたとか、まあ、解説してる人がいるので、こういうどういう、まあ、呪文でどういうオプションをつけるかっていうのは、そういうのをまあウェブで探せば、きちんと出てくるようになってます。まあ、もしくは本当はここを見てもらうのがいいかもしれないし、あとはこのドライ解析教本とかに、まあ、多分載ってるんじゃないかなという感じになってます。はい、それで
午前の方で、DDBJ のリードの登録の話をしたんですけど、基本的にはファスト Q のそのシーケンスとクオリティのものについて、まあ、登録をできるわけですけど、この BAM 形式のマッピングした形式でも DDBJ では受け付けています。なので、ファスト Q でマップする前の段階の、まあ、あのサブミットして登録してもいいし、もしくはマッピングまでしたこの BAM 形式で、DDBJ にデータを登録するということもできるようになっています。まあ、逆に言うと、DDBJ とか探していくとこの BAM 形式のデータが、まあ、入っている場合もあるという感じですね。そうすると、まあ、リファレンスのゲノムがこれで、実際のリードがこれで、BAM から今度ファストQに戻してその、まあ、別の解析をするっていうシチュエーションも、たまにはあったりします。それで、こういうマップされたやつをですね可視化するので IGV っていうのが出てきまして、それは原さんの方でもまた喋るんですけど、もし興味があられましたらですね、こっちのやつで、これの上かな、多分原さんの資料も言っていると思うので、こっそりピラピラと、まあ、これ別に堂々とめくってもいいんですけど、めくってもらうと あるか、もしくはウェブの方にやり方が載っているので、それをちょっとチラ見してもらって試しにやってみたい方は、これを見てもらっても大丈夫です。で、私のパソコンにも入れているので、出るかな、これちょっと私のパソコンに入れたやつなのでかなり荒々なんですけど、イメージですね、イメージ、とりあえずこんな感じだよっていうのをお見せしているだけですけど、これじゃ分かんないよな。これでいけたかな。怒られた。あ、来た来た。ちょっと時間ないので、ちょっと説明が雑ですけど、ここに今ドロソフィラって書いてますけど、他にも例えばヒューマンとかあったりします。で、まあ、なんかどんなゲノムを使うかっていうのが左上に書いてあって、でここに今クロモゾーム4って書いてあるので、まあ、4番染色体だけ見るみたいな感じになってますね。で、ちゃんとやるとこれに対してどの辺にリードが張り付いたのかみたいなのが、もう一回やってみようか、これでいいんだっけ、これかな、あ、なんか怪しい、あ、来た来た、こんな感じでですね、張り付き状況が見えるような格好になってます。で、下にどんな遺伝子かみたいなのが書いてあるので、なんかここの何とかっていう、これなんだろうな、何とかっていう遺伝子のところになんか張り付いてて、ちょっと発現があるなみたいなのがこれでビューができるようになっていて、でここでズームしたり、引いてみたりみたいなことがこの IGV でいろいろできるようになってます。原さんのところで割と使い方をやるような気がしますけど、とりあえず先取りで、見たい方はこっちの方で IGV の実際のツールがあるので立ち上げると見れるようになってます。
で、昨日皆さんのお手元のパソコンで私も試しにピロピロと上げてみたんですけど、なんかメモリが足りないとか表示が出たりしますが、まあ、ビビらずに待ってるとさっき の、 画面が上がってくるので、まあ、とりあえず見るくらいはできるようになっているかと思います。はい、で戻りまして、今お話ししたのはですね、リファレンスのシーケンスに、リードをマップするっていう話をしたんですけど、今度また別で、発言をデノボでつなぐっていうのをちょっとご紹介をします。それはジグソーパズルでいうと、主体なしにピースの端っこの形だけでつないでいくっていうやつですね。でリードの、まあ、なんかその ACGT の並びを見て、つながるようなところはつないで、そうすると発言のところなので、出てる遺伝子とかトランスクリプトのところを、ジグソーパズルでつないでいくと、そうするとそれの、グループができるので、それについて、ゴニョゴニョ考えていくという感じなんですけど、入り口と出口のお話をすると、最初はリードのファイルなのでファスト級フォーマットの配列になります。でそれに対してトリニティっていうツールがあって、これをかけると、つないだ結果がファスタっていうそのダイナリでタイトルがあって、シーケンスっていう形式のものに出力がされるという感じですね。でこれはそのドライ解析情報にはなかっただと思うんですけど、でもトリニティ最近いろいろかけて出した結果みたいなのをみんなブログとかに書いたりとか、あとウェブ上で解説ツールもあったりするので、こういうなんかどんな呪文をかけたらいいのかっていうのは、確かトリニティ の、 オフィシャルページもかなり丁寧に書いているので、そういうのを見ながらこうコピペして自分のところをこうちょこちょこ直して、解析というかその呪文をかければきちんと動くようには、なってます。ちなみにどんな感じかというと、トリニティっていう、なんかデノボでつなぐっていうプログラムがあって、まずそのコマンド名を宣言するわけですね。で、どんな形式かっていうので、ファスト級ですよとかで、これペアエンドなので、左側と右側とレフトライトで書いてますけど、SRR123456 の左側の R1 っていうのと右側の R2 っていうので、両方のやつを指定してあげて、であとどのくらい計算リソースを使いますかっていうので、メモリーが 24GB で、CPU が16個使いなさいみたいなのを、指定してピッてやるわけですね。で最近私もこれ植物ゲノムとかでやってるんですけど、これ半日ぐらい、ハイセクのデータに対してやると半日ぐらいかかるみたいな感じです。で、なんかちょっと専門的な話なんですけど、これ Windows でもあると思うんですけど、 Mac だとアクティビティモニターっていうのがどのくらい CPU を使ってるのかっていうのをモニターするツールがデフォルトで入ってます。これ Windows も多分入ってると思います。こんな感じのやつが名前はちょっと忘れましたけど、そうすると今これ CPU の利用状況がこう書かれていて、リストになっていて、この場合だったら今 Google Chrome が 2% ぐらい使ってるなとか、でどのくらい負担かかってるのかっていうのはこの下にグラフで出てるわけですね。で同様にこうメモリがどうかとか、今 IGV が408メガぐらい、メモリを使ってるなみたいな、ここでこう出てきてて、で下見るとそのどのくらいのメモリの利用率かみたいなのがこう分かるわけですよ。でさっき呪文をかけるときにメモリどんぐらい使うとか、CPU 何個使うとかいうのを指定できるわけですけど、ここを見ると、今どのくらい空いてるのかみたいなのが、例えばこの場合だったら8ギガあるうちの 6.29 とかって書かれているので、
1ギガぐらいなら使ってもいいかなとかいうのがこういう数値から見て分かるわけですね。でトリニティって中でいろんなツールが動いててピーってCPU の利用率が上がるときと、あとこうあまり使わなくて下の方でダラダラゴニョゴニョ計算してるときとあるんですけど、こういうのを見ながらですね、私その自分のゴミ箱 Mac とかゴミ箱 Mac Pro でやっているので、こう CPU が高いときは負荷がかかっちゃうから、まあ、例えばイラストレーターとかワードとか使うのはちょっと控えようかなとか、おなんかすごい上がってきたからクロームの窓閉じようとかいうのを、こういうのを見ながら、まあ、なんかちょっとこう加減して、まあ、計算をしたりするわけですね。もしくは試しにこうちょっと大きめの数字でバッと投げてみて、そうするとすぐ一番の立ち上がりのところでちゃんと持ちこたえるんだったら、もうちょっと数字を上げても大丈夫かなとか、下げないとダメかなとかいう感じになってます。でもし溢れちゃうと、もうリソースは使い切れなくなるので、プログラムが異常で起こっちゃうとか、あとはもうリスポンスがなくて全然返ってこないとか、そういうふうになります。で、逆に数字が小さいと時間がかかると。だからまあとりあえず明日の朝結果が出てたらいいやと思うんだったら、ちょっと低めにしてピッてやって、自分が家に帰る間にコンピューターに計算させておくとかいうことは、やります。で、それで、トリニティかけるとですね、こんな感じの、まあ、さっき言ったようにファスタ形式ですね、大なりがあって、大なり記号があってタイトルがついて、まあ、配列みたいな感じのデータが、まあ、測れまして、でこれ見るとトリニティ DN0C0G1I1 なんとかっていうような感じの、まあ文字がついてます。でこれは例えば、クラスター何番目のクラスターの何番目の G の何番目のアイソフォームみたいな感じのネーミングの仕方をこのトリニティは知ってるわけですね。なので、どうやら同じ遺伝子っぽいんだけどアイソフォームが違うみたいなのも、まあ、判断をして、まあ、こう結果が測れまして、で、まあ、後々の解析で、まあ、例えばブラストをかけると同じ人だったら同じような遺伝子に落ちるみたいなことは、まあ、あったり、するわけですね。でその後の発現解析っていうので、スライドで見せてもいいかな。っていうので、よくやる発現の解析だと、まず発現量の解析ってのがあります、その遺伝子がどのくらい出てるのかっていうのを、まあ、計算をするわけですね。で、その計算はですね FPKM とか、まあ、なんとか PKM みたいなのいう指標をよく使います。でこれ何かっていうと、FPKM だとフラグメンツパーキロベースオブエクソンパーミリオンマップとフラグメンツの略でFPKM ですけど、要するに、ある遺伝子に何本張り付いたかってやってしまうと遺伝子が長いと当然張り付く本数も増えるわけですね。だから単位長さあたりの遺伝子で何本張り付いたかっていうその遺伝子の長さで割ってると、ある遺伝子に対して例えば1000本付いたんだけどその1000ベースぐらいあったらそれを考慮して500ベースでも1000ベースでもその単位長さあたり何本張り付いてるのかっていうようないうのをこの FPKM っていうので表しています。でそれを計算するのはカフリンクスっていう、まあ、呪文がありまして、
まあ、カフリンクスで、どんだけ CPU を使ってで、遺伝子の情報を与えてやってでマップしたBAMの、ファイルを与えてでその結果をどこそこに書き出しなさいよっていうことを、まあ、指定しているわけですね。なので、まあ、マップしたBAM形式について発現量を解析するわけですけど実際の遺伝子の情報っていうのが、このなんとか GTF っていうので与えてあげるとその遺伝子の長さが分かるのでその長さでもって、ゴニョゴニョと正規化をして単位長さあたりの張り付いた、まあ、厚みっていうんですかねデプスって言いますけどそういうのをあの見たりするわけです。で、結果としてはこの下に書いてある 何番目から何番目のところでプラス差でなんとかみたいなのがこう結果としては測れると。ああそうですか。張り付いた量ですかね。FPKM の値とかが、この右側に多分いろいろ名前が書いてあると思うんですけど、あるマップされた遺伝子に対してその発現量はこのくらいでしたよみたいなのがこう数字で出るので、ちょっと今具体的にどのカラムが何の数字か忘れましたけど、カフリンクスのマニュアルを見ると、この例えば3番目か4番目かなんかのカラムに FPKM の値が出るのでそれで例えば相当してあげると遺伝子のその発現量の多い順にそのどの遺伝子が多かったか少なかったかみたいなのが、まあ、並ぶというような、感じですね。で同じようにあのトリニティでやった後のデノボでやったのも、まあ、こういう発現量の解析が、できるわけですけど、その場合はですね、トリニティのページのその後の発現解析みたいなページがあってそこにこんな感じの呪文が書いてます。でなんで別のツールを使うかというと、まあ、答えは別にあの他意はなくてこっちのカフリンクスはBAMファイルを与えてるわけですよ。だからまあリファレンスがあってマップしててっていうファイルがBAMファイルで、こっちのデノボでつないじゃうとBAMじゃなくてファスタ形式で測れちゃうのでカフリンクスをかけられないので別のツールでこうやって計算してるんですけど、擬似的にそのマップした感じで例えばここに膨大2とか出てきてますけど、まあ、とりあえずこんな感じのですねあのやってることは同じですね。そのいろんな、遺伝子クラスターに対してどのくらいのリードが、積まれていてそれの単位長さがどのくらいになってるのかっていうのを計算をして、数字を出すという感じで、このアライン&エスティメートアバンダンス .pl っていうのがまあプログラムなんですけど、3行目のところのトランスクリプトトリニティアウトディレクトリーのトリニティファスタ、これが実際にあのトリニティかけた結果ですね、結果に対して計算せよと。で実際のリードが、DRR なんとかで、ペアエンドだから左と右があってで擬似的にまあなんかマッピングしてる感じでこういう、なんとか PKM みたいなのを計算をしているというような感じになってます。この呪文はあの公式のウェブページに載っているものなので、まあ、それをまあ割とコピペしてちょっと講習会にアレンジしたのをまあご紹介しているのでちょっと長ったらしいようなまあ呪文にはなってますけど、基本的には、元のリードとあと実際に解析したトリニティ・ファスタっていうのを指定してあげると、まあ、計算がなされると。で結果はこの下に書いてある感じで、トリニティの例えば DN0C0G1 って書いてますけどこういう、遺伝子クラスターっていうのかなに対してずっと右見ていくと、発現量の FPKM がこんぐらいでしたよみたいなのが出てくるのでそこのカラムで並び替えてあげるとまあなんかそのトリニティなんとかって書かれたあのまあ、遺伝子クラスターですね、まあ、中身はそのトリニティドットファスターを見ると配列まで分かるわけですけどその今は名前は分かんないわけですけどそのなんかある配列の発現量がすごい多かった少なかったみたいなのはこれで計算をして並べ替えをして、大体おぼろげに、まあ、見えてきたりするわけですね。
でそうするとどんな遺伝子が増えてたのかっていうのをちょっと知りたくなるわけですよ。そうするとですね、さっき言ったトリニティだとトリノテートっていう、サイトがあって、この中で、ブラストをかけて実際にその発現のあったトリニティ .FASTA に書かれている遺伝子がどんな、遺伝子だったかっていうのを解析できるような、まあ、もっと簡単に言うとブラストをかけるやり方とか、ハマーっていうので、どんなドメインがあるか、まあ、例えば、なんとかタンパクにバインドするドメインがありますよとか、私がやってたやつだと硫酸トランスポーターのモチーフがありますよみたいなのを配列から判断するみたいな、機能アノテーションと言いますけど、まあ、機能付けですねのやり方がいろいろ書いてあって、ブラストをかけるやり方だと例えばブラスト X でトリニティファスタに対して、ユニプロットの、データベースを見て、ブラストかけなさいよと。で、アウトフォーマット6って書いてますけど、これをつけると、まあ、普通のブラストの形式じゃなくてタブ区切りで出るので、後で Excel でブラストの結果を眺められると。でそれをそのブラスト X アウトフォーマット6っていうファイルに書き込みなさいよっていうような呪文が、ここに書いてあります。でもしくはこの HMM スキャンっていうのを下に書いてますけど、これ PFAM っていうところを PFAM-HMM って書いてますけど、どんな配列、まあ、モチーフがあって、でそれが例えば、硫酸トランスポーターなのかなんとかバインディングプロテインなのかっていうそのモチーフが書いてあるので、それに対して、実際のトリニティファスタをずっと眺めてやって、どの配列群にはこういうモチーフがありましたよみたいなのをこうつけてくれるような、まあ、呪文がこんな感じで、まあ、詳しくはこの今右下に書いてあるトリノテートっていうのを見ると、その例えばブラストだったら、データベースをどう作るかとか、ブラストのかけ方はこんなですよみたいなのが、実際に、載っているというような、仕組みになってます。だいぶ駆け足なんですけど、そしたらですね、スニップとかバリアントとかですね、そのインデルの解析の話もしないといけないので、その話をしますけど、やり方はさっきのマッピングと一緒です、基本的には。で、マッピングした後、そのインデルとかバリアントの具合がどんなかっていうのをさらに眺めるというような仕組みになってます。でさっきもちらっと言ったんですけど、発現解析だったらその別に1日ぐらいずれてようが、だいたいポジションが同じだったらその高さどのぐらい張り付いたかっていう量を見るので、別にその1円期ぐらいずれてようが構いはしなかったんですけど、そのバリアントとかインデルを見るときは1円期の多径がどうなってるのかみたいなのを大事にするので、また別の BWA っていうツールがあって、それでまあマッピングをすると。でそうするとちょっと時間かかるんですけど、その1円期のずれもちゃんとこうなんだろうな、考慮したマッピング詳しいマッピングを、まあ、してくれるというような感じになってます。で、まあ、そうするとマッピングですからサムとかバムができるわけですね。でその後さっきチロッと出てきましたけど、本来このサムツールズは本来こっちの役割なんですけど、サムツールズっていうのでバリアントが どういう具合だったのかっていうような、まあ、処理をかけると。でそうすると VCF っていうフォーマットで出力がされるようになっています。でコマンドなんですけど、まあ、呪文ですね、まず1行目に BWA ってあって、ゲノムのファスタに対して DRR123456-7FAST9 をマップしなさいよっていうのが書いてまして、マップすると DRR123456-7.SAI っていうのができて、これに対してもう一行ゴニョゴニョっとすると実際のまあサムファイルができるようになっているという感じですね。でその後サムツールズっていうのでバリアントがどうなってるのか、まあバリアントコールって書いてますけど、
っていうのをやりまして、そういうまあマッピングしたバムファイルと、あとそのゲノムのなんとかファスタみたいなのをこう渡してあげて、でさらにゴニョゴニョっと形式変換をして、なんとか VCF っていうようなのができるというようなまあ仕組みになってます。まあいろいろ呪文ばかり出てきて、もう何が何だかという感じかと思いますけど、まあ実際にそのやられるときは、こういうのをコピペしてですね、で自分のファイルはこれだから、とりあえずファイル名だけ自分の入力をちゃんと食わせれば動くはずなので、まあその入り口と出口がどんな形式で投げてあげて、どんな形式で測れて、どのファイルを見ると何が書いてあるのかみたいなのをちょっとおぼろげに掴んでもらって、でもう詳しくは昼ご飯前にご紹介した動画とかいうのがあるので、ちょっとそっちに譲るとしてですね、本当に時間もない中ざっくりと説明だけしますけど、まあ、こう最初リードがあって、でマップして、でまあバリアントコールすると VCF っていうのができるよっていうまあ流れだけちょっとここでは掴んでもらうこととして、で実際にその VCF って何かっていうのを今ここで示しますと、最終的にはこんな感じのですね、フォーマットのデータが出力されます。でこれ何かっていう と、何番目の染色体の何塩基目にの塩基がもともと例えば T だったのが C になってましたみたいな感じのがこう書かれるわけですね。でついでにそれが基地なのか未知なのかっていうのはちょっと興味があるところなので、ちゃんとなんだろうな、今まで分かっている情報がどんななのかっていうのを指定してあげると、その真ん中に変異の ID って書いてますけど、これ DB スニップだったかな、 DB スニップかなんかの ID が書かれるようになってますけど、その何万染色体の何塩基目が、こんな、変異になっていて、でそれは基地なのか未知なのかみたいなのがこう一行で、書かれるようなフォーマットに、まあ、なっていると。でこれを見て、実際にその、バリアントがどうなっているのかみたいなところを、判断をしていくという感じになっています。あ、もう時間がないな。この話いろいろ興味ある方もおられると思うんですけど、ちょっと時間がないので、ここではちょっと割愛させていただいて、次に行っちゃいますけど、次チップセックっていうのがあって、クロマチン免疫鎮光かな、転写因子がどうこうみたいなのはこのチップセックっていうのを見るとデータとして、まあ、入っているという感じになります。で、これはまあいろいろゴニョの解析もあるんですが、そこはちょっとすっ飛ばしてですね、このチップアトラスっていうサービスをまあ紹介することで、ちょっと変えたいと思います。でこれチップアトラスっていうのは私の同僚の太田っていうのと、あと旧大の医学部の沖先生で、一緒にやっているサービスなんですけど、実際にそのチップセックのですねデータを落としてきて解析をして、でどんな転写因子がまあ関与っていうかどうなってるのかっていうのも実際にその見た結果みたいなのをまとめたサイトになっているので、要するに自分でデータを落としてきて再解析しなくても、ここに載ってるものはその結果を解析をすっ飛ばした結果をここからダウンロードして見ることができるというようなサイトになってます。最近このチップアトラスがですねかなり負荷が上がってまして、動くのかどうか、あ、これにしようかな。実際にそのチップアトラスを動かすとちょっとサーバーに負担をかけるので、この YouTube の動画をちょっとお見せしますけど、これ何分あるんだ、1分半か。
大画面にしましょうか。これ出るかな。これチップアトラスからですね、いろいろ検索して、検索するとですね、転写因子とか そのどこにどんな転写因子がみたいな情報が、これ IGV の、なんですけど、 IGV で読み込める形式でファイルが落とせるようになってます。で、まあ、今日原さんのところで IGV また触れますけど、 IGV で、こうやってビューして、まあ、例えば自分の持ってるデータと比較するとか、遺伝子がどこで転写因子がどうなってるのかっていうのをこの IGV の上で、見られるようなものになってます。今ここで見せているのはこのチップアトラスの紹介動画なので、すごいこう 早くて実際どうやるんだよっていう感じかと思いますけど、オチさんを何かの研究会で呼んで、実際にこれをこういうデータになってますよみたいな紹介している動画もですね、僕らのやってる統合テレビっていうところで、紹介しているので、統合テレビでチップアトラスとかやると、実際のもうちょっと詳しい使い方も、後で振り返れるようになってます。あ、そうそう、でこれだ。これ何かというと、こっちがターゲットジーンって書いてますね。でこっちが実際のなんだ NGS のデータで。これ NGS のデータからどんな転写因子がっていう情報を抜いてきて、でこの遺伝子に対してどうなってるのかっていうのをヒートマップで見してる図ですね。なんかちょっと説明がガサツです、申し訳ない。はい、こんな感じの動画がありますけれども、ちょっと今見せるだけにしますが、これでいいのかな。この辺で今これアンティジェンクラスをトランス TF とかで幹細胞とかやって、これでやると出るのかな。うまくいくかな。これをこう絞らないとダメかな。IGV 入っているともうこうやって実際のデータがですね、 IGV で立ち上がって、ちょっと今いろいろ設定してないので、すごい粗な画面ですけど、 IGV 上で今ここで選んだ絞り込みのがすぐ見られるようになってたりしますので、あ、ここにチュートリアルのムービーとかありますね。こういうのを見てちょっとごめんなさい、時間ないからやめますけど、チップアトラスで、
ちょっと今見せるだけにしますけど、こういう感じで、選んだりとか、いう感じの、まあ、こんな感じの画面に、なってたりしてますと。すいません、なんかちょっと雑な説明だったんですけど。で、そういうなんか転写因子関係のメンチップセックの、データは、一応まとめサイトチップアトラスがありますっていうのを、まあ、知っておいてもらえるといいかと思います。で、スライドはあと2枚で、メタゲノムの話も本当にちょっとだけしますけど、メタゲノムも同じように、NGS のデータを落としてきて、それを解析したマイクローブ DB.jp っていうのが、あったりします。動くかな。これじゃない。あ、リンク貼ってなかった。マイクローブ db.jp かな。こうですね。で、例えばこうピッてしてピッてすると、今これ遺伝子を入れましたけど、そうするとこんな遺伝子がありますよとか、戻って、例えばホットスプリングってやると、温泉の環境でどんなデータがありましたよとか、どんなストレインがどうこうとか、出たりして、であとディジーズでコレラっていうのでこれ入れてみましょうか。そうするとこっちの下のディジーズで、まあ、なんか色出たりとか、さっきのあれが良かったかな。今温泉のでちょっと戻しましたけど、温泉のデータでメタゲノムした結果っていうのをすでに解析してあって、で、なんかいろいろ詳細を見てみると、どんな生物種が、まあ、メタゲなのでね、含まれてたのかっていうのを、その属なのか科なのかっていう、まあ、いろんなその切り口でどうでしたよっていうのはここで円グラフで見ていて、ピッてやると出るのかな。まあ、詳しい情報は、こっちの方を見れば、まあ、なんかいろいろこうパーツが出てますけど、こんな感じでメタゲノムに関しても自分で再解析する必要なくて、まとめサイトがすでに、できているという感じでした、はい、というわけで、私のコマは以上でございまして、もうなんか息も絶え絶えですが。なんか全然実践編じゃなかった気もするんですけど、なんか紹介編ぐらいになってしまいましたが、まあ後で私しばらくいるので、具体的な質問とかあれば、後でお寄せいただければと思います。で、あと最初にも言いましたけど、ツイッターとかメールとかでも聞いていただければ、なるべくフォローはしたいと思いますので、まあ、いろいろ聞いてくださいという感じです。じゃあその NGS の実際のあたりはこのくらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。